こんにちは、ハイエンドです。VBSS、シームレスマッチ、今日もやってきます。で、今回は、まだ動画では、初の逆側かな？いつもやってる側の逆側。あんまこっち側にはならないんだけどね。今回こっち側で、プレイしてきます。で、前回と同じく、プールを目指して飛び込んでいく。ね、基本的にここを占領して戦っていこうと思います。まあ、有利か不利かはね、実はまだあんま分かってないんだけどね。なんか、ここが好きなんで、ここを占領して、プレイしていこうと思います。ただ、あ、狙いにくいな。ちょっと角度がきついですね。こっち側のプールは。もっと、ただ、こういう風に、後ろから狙うことが多いのかな。意外とね、この中にいるの気づかれないんだよね。まあ、あれだよね。普通に奥で打ち合ったりするような激戦区なんでね。プールの中まで気が回る人はいないんでしょうね。ということでね、それを逆手に取って打ってきますが、ただね、これ位置的にちょっと不利なんですよね。ここ上から、敵陣の上から見られるんですよね。おは、落ちてきた。拾っていきます。いた。奥にいるのも一人やってく。ちょっとこれ武器が悪いね。こういうことするんだったら M4 とかの方がいいんで、ちょっと一回やられたら M4 の方に切り替えてやっていこうと思います。で、味方が今回なんか珍しく詰めてますね。普段こうはなんないんだけどな。逆に詰められるっていうか。どうすかね？これこっち側の方が個人的には不利だと思うんですよね。なんか64、64か 5.5 の 4.5 ぐらいかわかんないけど、ちょっとこっちの方が不利っていう感じするんですよね。いつもやってる。もっとやられた。ああ、そこにいるのね。まあいいや。とりあえずやっていこう。奥に敵がいるのをしっかりと落としていく。そう、ここね、まあ、この辺で戦うんだよね、いつも。この辺でもう、なんか向こう側って裏取れるし、基本的にプールは相手側の陣地なんで、向こうがね、制圧してると思うんですよ。だから大体戦闘になるってこの辺になることが多いんですよね、マップは。ただ今回はちょっと違ってて、こちらのメンツが味方が強いせいか、うわ、ここ、今の負けたの痛いっすね。こっちのね、味方が強いせいか押してますね。ということでね、今回は、プールを占領しつつ、勝てたらなと思います。もう VDSS もね、いい加減ちょっとやりすぎてて、動画としてあげるのもね、なんか飽きてきたんですけどね。今回までかな、VDSS 動画は。ただね、ひたすら打ち合って倒すってだけの動画なんでね、飽きも来るんですよね。もうやっててもちょっとね、飽きたりしてくるんで。まあ今後は爆破とかで、爆破とかの動画を上げれたなぁとは思いますけども。狙いにくいっすね、やっぱここ。もうね、逆だったらここ強いんだけどね。やっぱ今の陣営で、お？上かな？そっちから見え、おっとっと、そっちから見えてんのか。どうしようかな。やっぱあっちかな。痛い。よし、やってく。頭、ここな、角度がきつくて頭狙えないんだよね。おっと、出てきた。そうそう、しかも飛んだらさ、すぐルーフスが屋根があるから、まあ、壁越しに打てはするんだけど、すぐ倒せないっていうね。辛いところがありますな。左。いないか。味方が行ってくれてるから大丈夫か。で、ここ。ここめんどくせえんだよな、ここね。奥を警戒しなきゃいけないんだよね。飛び降りるのはいいんだけどね。おわ、奥を警戒すれば手前から出てくる。なんとタイミングの悪いことでしょう。え？敵来てるでしょ。来てない？いると思うんだけどな。いた。やっぱいるでしょ。で、頭を抜いていく。どうしよう。いる、あ、そっちは味方見てんのか。裏、こっちね。もう、じゃんじゃん裏入ってくるんでね。うわぁ、やべえ。てめえ、ひどいこれ。おし、処理やって、後ろから、もう一人やって。あれ、俺見えなかったのか、この人たち。なんか3人ぐらいに見られたと思ったんだけど、あの何、全員やったのか。もうごちゃごちゃしてるとね、敵なんだか味方なんだか分かんなくなるんだよね。ちょっと奥の人を、あー、やられちゃったね。しかも爆弾かよ。プールの中に爆弾投げ込まれたらひとたまりもないでしょ。
おお、入られてる。入られてるよ。びっくりしたよ。そう、ここからもう気が抜けないんだよね、こっち側。簡単に攻め込まれちゃうんで。で、51対426で手前のやつをやって、降りて、上を狙ってヘッド振って、後ろから撃たれたのか。そうね、結構しんどいんだよね。あそこな、どうしたらいいんだろうな。ちょっと下から行ってみますか、たまには。おっと、びっくりした。うわ、まずい。これこれこれ。今のね、反動ちょっと忘れてますね。もうちょっと下げなきゃいけないんだよな。一発も当たんないんだよね。五発目以降ちゃんとやんないと。難しいっすね。スモークを投げてよかったかわからんが、スモークを投げて、まあ、せっかく投げたんだからね、入っちゃいますか。で、プールの中に飛び込んでいく。で、奥に敵がいたんで、微妙に頭を出して撃っていく。上にいますね。もうライフ9しかないよ、もう。きついっすね。あー、やられた。まあ、しゃあない。瀕死でした。今のね、プールに入ってた味方もやられちゃいましたね。ちょっとプールに入りたいが、厳しくなってきたな。戦線が上げられてる。ラインがちょっとね、こちらのラインが下がっているんで、プールに入るのもちょっと一苦労だな。おーっと、頭抜いて、まあ、あそこに立ってるとね、結構いいんだよね。奥も？やばい！ 3 体見えた。きついな。よし、取り合って、おお、まじ、おお、後ろか。ちゃんと見てなかった。やっぱこういう時はね、マップ見なきゃいけないですね。で、いるでしょ？まあ、いるでしょうよ。味方やってくれたかな？やってくれましたね。じゃあ、いつも通り、裏を取って。もう結構みんな行く感じか？こっち。スモークを投げて、プールの中に入りたいが、見られてますね。おっと？こっから見れるか？こっから見れそうな気がする。あ、出てくるのかな？これ。出てきそうな気がするけど。いた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 。いた。よし、頭抜けた。で、もう一人、ダメか。ちょっとな、減ってたからしょうがないね。さあ、83対85、ちょっと負けてるけど、これは、おっと、こっちでも勝てるか。こっちのマップ当たったらね、結構負けちゃうんだよね。毎回ね、負けてる気がするけど。やばいやばいやばい。きつい。よし、カバー入ろう。カバーに入ろうと思ったが、敵がもういない。おっと、そっちか。ちょっとね、焦ってましたね。マウスさばきをしくってしまった。で、おっと、またラインが上がってはいるけど、左やばいな。左が。まあいいや、左は任せて。もういっぱい行ってるでしょ、4人対。4人とか5人とか、いてぇ爆弾、俺じゃねえよ、俺敵じゃねえよ、君。私は敵じゃないっすよ。いる、いますね。ちょっとあれ、無理だな。あー、そう来たか。そう来たか。タイミングが悪かったっすね。ちょっと全然、プール動画にしようと思ったのに、プール入れてないっすね。なんとか勝ちたい。並んでるんでね。くそ、当ててはいるけど。これ全部アシストになるのかな。どうしよう。どうしようどうしよう。もう降りちゃおうかな。せっかくなんで。おわだ、まずいまずいまずい。一人やったが、奥で見ている。よし。あ、やばい。完全に見られた。今頭当たったよね。一発じゃ死なないのが M4 なんですよね。さて、下から攻めていこうかな。おっと？わあ、びっくりした。油断してましたね。いやー、下いるんだよな。いや、でもめっちゃいい勝利でしょ。128対128って。よし、頭抜いて、もう一人やって、プールに入って、リロードかましてから、降りてきたやつをやっていく。あれ？あ、まだ生きてんじゃん。マジか。倒したと思ってた。久しぶりにやっちゃったよ、俺。最初の頃だよ、もう。あー、なんかね、いい音すんで頭をちょっとぐしゃって言うから、それで倒しちゃったと思ってね、打ち上げるっていうパターンっすね。久しぶりにやりました。どうしよう。ま、じゃあ任せて。今やられたね。入ってくんじゃないかな、これ。よし。見つけた。もう一人、奥のやつも、やって、移動、あー、まずい仕方ないな、今の。まあ、降りちゃった方が良かったね。
この際は。あ、待ってよ、あと一人。100、やばいやばい、一人やれ、やれ。俺がやるしかない。おら、おし。危ねえ、やった。やった、勝てた。危なかったな。もう、すげえな。150対149だって。ギリギリで勝てましたね。まあ、今回多分あんまり活躍はしてないな。なんか、プールめがけて同じことしかしてなかったんで。26キル15です。まあまあまあ、適当にやって、こんぐらいではいいんじゃないですかね。ということで、VBSS でした。